はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は信長の野望大使真田幸村プレイの続きをやっていきたいと思います。で、今ですね、真田としては北条と戦闘中になるんですが、同盟国の佐竹も北条を攻めているので、ここはね、佐竹に、まあ、城を取られないようにさっさと北条を潰しちゃいましょうというところの展開になっていきます。では早速、続きを始めていきましょう。今だとどうなんでしょうね。総兵力数、真田は32万あるものの、真田の本拠地東北から兵を出すにはちょっと実は兵糧が心もとないかなというところがあって、今6月なんですね。なので、できればですね、もう一つ二つ、城を取っておきたいなと。というのもですね、上杉軍が八王子まで競り出してきてるので、まあ、順番で言うと、まず玉縄を取って小田原まで、取っていくという順番でね、兵を出していきたいというふうに思っています。では早速続きをプレイしていきましょう。まあ、5万の軍勢を動かしてどこまで兵糧が持つかだな。さて、兄貴信行からは兵糧1万500で見返り条件が同盟、これはね望んだ形なので、そのまま結んでいきましょう。まあ、将来的にはね、正直言って兄信行も傘下に加わってもらいたいなという思いはあるんですが、とりあえず今はねそれどころではないので進めていきましょう。まあ、なんといってもね、その前線、これから西に下っていくにあたって前線に当たる城が少ないと、より遠くからね兵を運ぶとなると少しばっかり兵糧の消耗が激しいんですよね。もう連戦自宅は早速入れたいけど、ちょっとまだ足りていないかな。論議が423っていうバカみたいに伸びてるけど、論議以外はちょっと溜まってないんだな。そうすると連戦自宅を見ると、論議が80で軍事が160なんで、ちょっとまだまだ先が遠いかな。で、鉱山収入とかどうしようかな。軍事がただでさえ足りないので、ここは温存しましょう。連戦自宅、この後合戦が多くなるという予想のもと、連戦自宅を先に入れたいので、ここは我慢して先に進んじゃいましょう。さあ、5万の兵で囲み始めましたね。安藤家との同盟が切れたんで、安藤家に関しては今まで通りちょっと黙っちゃいましたが、今まで通り同盟を結んでもらえるように早速兵糧外交を展開していきます。まあ、確かにね、今津軽為信が言っていたように少し合戦が長引いているという状況ではあるんですが、今はそれでもなお戦を続けて北条をさらにね減衰させていきたいと思います。他同盟結べてないところはないから大丈夫だよね。よし、じゃあこれでいきましょう。同盟国の浅井はね、おそらく滅ぼされるんじゃないかなと思うんですけど、そこに救援が間に合わないかな、こっからだとね。今作だと長宗我部もね結構大きくなるんですよね。今までだと島津が大きくなって毛利が大きくなって、長宗我部はどっちかっていうと食われるイメージがあったんですが、今作は長宗我部が結構大きくなる傾向が今までプレイした経験だと結構多いですね。
では安藤家の養老外交の結果なんですが、ここも12ヶ月の同盟なんで、これはね、むしろ望んでいた条件なので、これで承諾していきます。さあ、待ちに待った兵糧が入ってくる季節。報告いたします。で、兵糧が入ってきた後はね、お金も貯めて鉄砲もちょっとやっぱり使っていきたい、動員していきたい、そういう思いもあるので、しっかりね、内政面、まあ委任しちゃってるんでしっかりも何もないと思うんですけど、さあこれで徳川も北条に対して宣戦布告しましたね。もちろんここは徳川につきましょう。使いの者が来たようです。で、北条からの、まあ、停戦交渉ですが、これ金銭戦ではちょっと飲めないよな、拒否しましょう。このままね、兵を進めていきます。もらい受ける。さあ、一門衆は一応この後処刑していきたいところなんですが、この後まだまだ合戦は続くんで、優秀な武将は残しておきたいんで、一旦解放しましょう。出た。どうするかな。ちょっとね、兵糧も心配だけど、先に家康との同盟を進化させときますか。今ね、同盟が切れてるので、兵糧外交で一旦まずは同盟を結んじゃいましょう。でだ、小田原城は絶対に渡したくないんだよな。なので、ちょっと無理してでも小田原城に先に攻め込みましょう。囲め。浅井とも同盟が切れたか。報告いたします。そうすると、まずは浅井、始めるとあとは徳川と同盟を結びましょう。兵糧外交のタイミングがちょっと早かったかな。軍事優先でいきたいんだけど、軍事があんまりいないな。再考させましょうか。当家の軍事話し合いましょうぞ。これにて表情を終わります。かような策はいかがでしょう。アクロス、そう、兵糧の消費減少中、これも欲しいですね。農兵の年貢増加、これも欲しいな。いや、やっぱり軍事を徹底的に増やしていきましょうか。今のままだとね、ちょっと軍事系の施策がほとんど打てないという状態になってますからね。ではでは交渉していきます。まずは徳川に対しては変なタイミングで交渉も仕掛けちゃったけど大丈夫かな。では浅井には、承知いたしました。ピンチの浅井からさらに米を巻き取りましょう。で、もう一体兵を出して、一気にね、ちょっとかすめ取っていきましょうか。この雪村に続け。どうしても今ね、無理してでもちょっとでも多く城を確保しておきたいところなので、これは北条軍が徳川軍を破ったんだな。ちょっと意外な結果だったけど。では家康とは同盟を結びます。北条と佐竹も停戦したね。そうなるとこのまま真田家が北条の城をガリガリと確保するチャンス到来ですね。ではちょっとね、忘れないうちに
配属関係を済ませておきましょうか。玉縄城に誰かを入れなきゃいけないんだな。そうすると誰をどこに入れるかだな。小高に縄城2人を使わしましょう。まあ内政も戦闘もそれなりこなせると思うので、この2人任せちゃいましょう。で問題の小田原城だな。足利が長宗我部によって滅ぼされた。いや相当いいところまで来てるね長宗我部は。今川 VS 徳川、これもでも徳川の方が圧倒的に有利だからね、徳川についておきましょう。まあ、今川領を徳川が食いちぎるのは間違いないと思うので、徳川をこの後打ち倒すのか、それとも連立政権みたいな形にするのか、いずれにしても徳川が大きくなりすぎるのは嬉しくはないので、それ以上のスピードで真田もね大きくなっていきましょう。そうするとこの辺りで一旦鉄砲を買っていきましょうか。兵糧はまだ大丈夫だよね。手段は選ばぬ。よし、ついに小田原城を取ったね。もう小田原城を取れたというのはかなり大きいな。片付けない。手を打ちましょう。残っている北条の城、徳川寄りのところで言うとだ、まずは韮山、ここには氏康が入ってますね。あと下田だな、下田、ここにも太田が入っている。まだまだ油断できないですね。で味方はというと雪村隊がまだまだ集結中で時間がかかりそうかな。さあ長宗我部軍と長政軍ですが、ここは長宗我部軍が勝つよね。いや長宗我部めちゃくちゃ大きくなってんじゃないの。ちょっと長宗我部の大きさ確認しますか。ただここの浅井 VS 柴田のこの合戦は浅井が勝利するんだな。合戦が続きますが、徳川勢の酒井忠次軍と吉本、この戦いは吉本が勝つ。いやまだまだわからないね。ついに信長もここで浅井に対して宣戦布告か。ただこれね、浅井と同盟関係にあるものの、ここで浅井につくってなると信長との関係が悪化しますよね。それって家康との関係も悪化するので、ここはどちらにも味方しないというね、玉虫色の体制にしていきましょう。いや長宗我部めちゃくちゃでかいな。長宗我部抑え込む人いる？これ、だってもう長宗我部の軍勢が、いや待って待って待って、これ長宗我部と信長が同じに見えてるけど、でもそれにしても長宗我部は大きいですよね。四国から、まあ、四国は全土大らげていて、中国地方も大半、さらに今では畿内にまで勢力を伸ばしていて、このあと信長と多分血みどろの戦いを繰り広げてくれるんであればいいんですけどね。報告いたします。先月の収支です。さあちょっと兵糧が心配になってきましたね。ここからはちょっとじゃあ兵糧も買い足しながらなんとかしのいでいきますか。
藤家の行く末、話し合いましょうぞ。なるほど。これにて表情を終わります。まあ、少しでも軍事系の施策力がたまるような提案を受けていきます。一つ考えがある。さあ、では軍事系を使わないものはね、積極的に方策を打っていきましょう。英才教育、どうだろうな。軍事5ぐらいだったらやっちゃう。これによって家臣が成長してね、戦場で活躍してくれるんであればお持ちですね。じゃあ小田原城にも配置していきましょう。人を。小田原城にこそどうなんだろうね。雪村とかね、入れておきたい気もしますけど。そしたら佐竹義明を入れておきましょう。一旦は。さあ、朝廷からの使者がようやく来るようになったが、まあ、こっからはね、朝廷に金を貢いで関与をもらっていくっていうね。そういうフェーズになっていきますが、報告いたします。先月の収支です。さて、そろそろ本当に兵糧がやばいな。取引を行いましょう。取り計らいます。ありがとうございます。かといってね、今ここで戦をやめるわけにもいかないからな。一刻も早く城を削っていくっていうのが一番の上策かな。そうなると下田まではまず取りたいですよね。そうするとちょっと兵の消耗が激しくなりますが、もう、力攻めに切り替えていきましょう。ちょっとでも早く城を落とすっていうね、そういうフェーズになってきます。かたじけない。行きます。我に続け。命があれば次もあろうぞ。さあ、氏綱の守る城も取りました。まあ、氏綱とかはね、この後こちらに入ってもらってしっかり働いてもらいたいので、一旦は解放します。ただね、この解放した武将たちを取られるというのは絶対に避けたいので、そういう意味でもね、どうしても今多少無理をしてでも北条の息の根を止めておきたい。北条の残りの城は3つになっています。とりあえずね、強行にして少しでも早く城を落として、その分兵糧消耗を抑えるね、そういう戦い方をしていきましょう。
片付けない。さあそしたら下田まで取ったんで、下田から北条最後の拠点岬に入っていきます。進め。雪村はここで力攻めにして、雪村なんかは拠点をちょっとこちらの方に前線を移してもいいかもしれないですね。ここでも一揆が起きたの。一揆が起きるとね、その兵糧収入がガクッと下がるんで。先月の収支です。取引を行いましょう。ここもじゃあ金を払って兵糧1万1400を手に入れちゃいます。ありがとうございました。覚悟なき者に負けはせぬ。ことじけなし。さあこれで雪村はもう解散しちゃいますね。これで兵糧の消耗が少しは抑えられるはずなので。報告いたします。先月の収支です。表情始めるとしましょう。当家の行く末、民衆が上がるような内容もちょっと考えていった方がいいかもしれないですね。少しばっかし、これにて表情を終わります。一気の頻度が多い気がしますね。策がございます。この策はいかがでしょうか。北条からの交渉の申し出、兵糧戦、まあこれは拒否ですね。北条には申し訳ないが、もうここで滅んでもらいましょう。他愛もないものだ。よし、これで一気に武将が補充されますね。統率だけ見てもどうですか、これ。上からトップ10だけで統率80超えしてますね、全員。いやーすごいなこれ。武勇もねあるし、これでどうでしょう。めちゃくちゃ戦闘力が増すんじゃないかな。戻るぞ。さあではちょっと24分25分ぐらいかな、少し短めですが、キリがいいので一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思うんですが、次回はどうでしょう。まず今川を攻めて、今川の領地を足がかりに徳川、織田との戦いに入っていきましょう。というわけで、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。